最新エンタメニュース、芸能クイーン。最新の芸能ニュースをお届けする芸能クイーンです。今日は阿部かすみさんです。阿部さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは番組内で先ほど速報でもお伝えしましたが、菅田将暉さんと小松菜奈さんが結婚したことを発表しました。いや、どうでしたか皆さん、驚かれたんじゃないですか。島田さん、びっくりしました。びっくりしたけど、ちょっと小松菜奈ちゃんとあいみょんちゃんの顔が混ざってて、どんな感じだろうと思って。なんとなく雰囲気似てる感じはしますけれどもね。まあでもたびたび小西さん噂もあったお二人で。あ、そうなんですか。そうなんです。ご存知なかったですか。いや、あいみょんと似てるなって言うんでしたあいみょんの歌は聞いてるけど、小松さんも知らない。いや、本当におめでたい、ね、ニュースが入ってきました。2人は連名で直筆のコメントを発表していますのでご紹介いたします。そうなんです。長い、結構、まだまだ未熟な2人ですが、この出会いに感謝し、こちらですね、ここかな、失礼しました。日々心豊かに生活を楽しんで幸せな家庭を築いていきたいと思っております。その下、出会った頃から変わらず私たちは戦友であり心の支えであり、これからは家族になります。人生を共に考え進んでいくこと、とっても楽しみです。そして何事にも丁寧に向き合い、感謝を忘れることなく愛を持って精進してまいります。夫婦ともども温かく見守っていただけると幸いです。とこれどっちの字なんですか、ね、どちらなんでしょうか。お二人の連名なんですけれどもね、かもしれないんですけど、ただもうこれ先ほど入ってきたニュースで、それから急いで双方の事務所に連絡し、あの確認をっていうところだった。なかなかみんなが一斉にかけてるから捕まらなかったんですが、小松さんサイドの方は捕まりました、はい、で、入籍日が書いてないんですよね、これはね公にしないんですって。でもすでに入籍済みであることは間違いない。そして奈々ちゃんはもちろん妊娠してなくて、でこれからも仕事は続けていくということま で同居についてもはっきりとしたことは明言は避けられています。これも公表したくないっていうような、やっぱり役者さんとしてのイメージとかいろんなことがあって、これからおいおいということになると思うんですけれども、細かいことはまだ発表できないということでしたね。なるほど。そしてこの他にも菅田将暉さんが自身のホームページ、はい、ご自身のホームページでコメントを発表しておりまして、ね、一部ご紹介しますが、この世界に入って12年と少し一つ決意をしましたのでご報告させていただきますと、結婚を報告した上で、今後については先日登壇した舞台挨拶にて、およそ2年ぶりに見た客席満員の映画館の景色は次のステージへの僕の原点になると思います。頑張ろうと心の底から思いました。皆様への感謝の気持ちを忘れずに、これからも作品と向き合っていきますと、こう述べられました。この直筆と先ほどのファックスを見ると菅田さんの字っぽいですよね、はい、そうなんですね。そうかもしれないね、はい、いう感じがするんです。ただね、小松さんサイドの方もまたうち25歳なんですとかっていうね方もいらっしゃいました。でもこれからねどんどん活躍されると思いますけれども、ね、今この糸がかかってますが、はい、この糸で4年越しの恋っていう感じなんです。最初に16年で共演されてるんですね。ただその時にも第一印象から菅田さんは奈々ちゃんにぞっこんというか一目惚れだったと。で去年その交際報道が出た時も菅田さんの事務所はもう本当に認めてたと言ってもいいぐらいだったんですね。すごくこうどちらかというと菅田さんがこうだっていう感じがあったんですけれども、今年になって、同じマンションに住んでるんじゃないかとかっていう報道もあったりしたんですけれども、ずっと4年越しでね、こうやって徐々にこう愛を育んできての今日の発表ということになりましたね。そうですね。ちなみに菅田さん、今日パーソナリティを務めるラジオ番組があるということで、そこでどんな発言をするのか注目です、よろしければチャンネル登録と評価、コメントもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。